こんにちは。BSS アナウンサーの畑真里奈です。今日は突然ですが、逆さ言葉遊びをしてみたいと思います。まずはこちら。じゃん。リバース。これは逆さ言葉にすると、スーバリ。そして、こちらはドラマ。逆さに読むと、マーラード。まだまだありますよ。金曜、これはうよんき。そして誰、レダ、これは自己死。逆さにするとしこじとなります。次はちょっと長くて難しいですよ。僕の親友、こちらはうゆんしのくんぼ。実はですね、4月スタートの金曜ドラマのタイトルがリバースなんです。ではこのドラマの見どころをリバースでお伝えします。おたきニュース、あぐさわびなまろのいにいれちんまむい、さりこむあござらなたらおねあなこなにうらへんしゅうしねし。皆さんわかりましたか？元に戻して言うとこうなります。2017年春、湊かなえの新たな謎が動き出す。ヒューマンミステリー金曜ドラマリバースがついにスタート。主演藤原竜也、原作湊かなえ。そしてあらすじは、日々淡々と生きてきたしがないサラリーマンの深瀬。地味な生活を送る深瀬に恋人ができて、つまらない人生に彩りが添えられ始めます。しかしそんな矢先、恋人のもとに深瀬は人殺しだという告発文が届きます。ここから深瀬は10年前に起きた事件の真相に向き合うことになります。主人公深瀬を演じるのは藤原竜也さん、そしてその恋人役に戸田恵梨香さん、また共演にはキスマイフット2の玉森裕太さんはじめ、ご覧の豪華キャストが揃いました。湊かなえ原作ヒューマンミステリーリバースは4月からスタートします。ぜひお楽しみに。以上、畑真里奈でした。